2023年度第2回英検1級の語彙問題の分析、全問正解狙える回じゃないかなと思いますね。で、次が初登場の7回目の出題で5回正解、めっちゃ出るじゃんこいつ。おはようございます。もちゃチャンネルです。さあ、今回は2023年度第2回英検1級の語彙問題の、はい、分析いきたいと思います。はい、受けた皆様お疲れ様でした。難しかったですかね。序盤初めてのが出てきて、ただ後ろからはよく出るやつがいっぱい出てるなという印象でした。受けた皆様どうだったでしょうか？ぜひともコメント欄でお聞かせください。さあ、今回もですね、英検語彙問題対策最強アプリデータタンの提供でお送りいたします。はい、データタンさんからいただいたデータでですね、一体何回出題されてたのか正解の選択肢がね、見ていきたいと思います。できたって人は全部できたんじゃないかなと思った。全問正解もいつもよりは多いかなと思ったね。初出場出場っていうのもあれだけど、初登場の単語が優しかったよね。はい、ではいきます。最初の問題が本ですね。本は上達させるとか磨くから来てるやつですけど、2回目の出題で2回とも正解になっています。だから自分自身は、あ、はい、また出たなっていうイメージ。続いてがパンス。これがね、初めての宿題じゃねえ。3回出てて、初めて正解にこう襲いかかる。ライオンだったっけ今回のなんか場面。っていうので、あ、これ難しいなと思った。続いて3番目がタンタライゼンですね。はい、これは3回目の出題で2回正解になってますね。まあ自分自身はこう勉強した単語でありますね。英検で。まあ思わせぶりなとかっていう意味だったよね。動詞のタンタライザーのジラスとか、そっからまあ推測できたかなっていう感じかな。続いてトゥインジ、4回の出題で2回正解になってますね。こう、うずきっていう名詞で登場してましたよね。で、次が初登場のアバランチですね。まあ、雪崩ってやつですね。初めてなんですね。まあ、当然よく使われる表現なんで、ニュースとか見てたらね、当然雪崩って毎年のように起こるわけですから、見かけるので、まあ、英検1級受ける人だったら知っておいてほしいものなので、全問正解狙える回じゃないかなと思いますね。で、続いてアドマネッシュ。はい。まあ、これは有名ですね。叱るっていうやつね。アドマネッシュ、人フォーことのやつで出てくるやつで。8回目の出題ですね。まあ、多い。で、3回正解になってますから、やっぱりよく出るやつなんです。まあ、自分自身ももうめっちゃ出るっていうイメージの単語ですからね。続いてが、インペラティブですね。はい。もう必須のってやつですけど、It is imperative that SV 原型の形で登場してましたね。まあ、いわゆる仮定法現在というやつですね。これしなきゃダメだよ、みたいなね。これできることが必須です、みたいなんで、B が原型だったよ。次が、カリカチュア。ね、はい。風刺画ですよ。4回目の出題で初めてなんだ。初めての正解だそうです。顔がね、すごいデフォルメされてるみたいな文脈で出てきました。続いてが、カベット。ね、こうなんかをこう欲しいと思うってやつですね。4回目の出題で初めての成果、あ、初めてだったんだ。なんかすごい欲しがるっていうので出てくるイメージあったけど、意外だ。続いてインカーですね。まあこうむるとかってやつですけど、5回目の出題で4回正解、多い、よく出るって感じなのかな。はい、続いてディシャブル、髪がボサボサのってやつですね。スペルからそんな感じしない？ボサボサみたいな。フランス語でちゃんとした髪をこう奪うみたいな感じらしいです。ハゲじゃないんだ。2回目の出題で2回正解と。次が eligible ですね。あ、まあこれはトイックにもよく出てくるやつですね。なんとかの資格があるっていうやつね。be eligible for の形で、まあトイックにもよく出る形で出てましたね。3回目の出題で2回正解と。次は quorum。はい、quorum は基本 quorums っていう s がついて使われるやつですけど、まあ2回の出題で2回とも正解になってる。お、有名ですね。不安。ってやつね。アバウト取れるんだよね。だから be worried about みたいな。同じようにアバウト取れるやつですね。で、次が windfall。棚ぼただよね。いわゆる風が吹いて落ちるものですからね。そこの棚ぼた的なお金で使われることが多いと思うんですけど、今回もお金だったよね。思いがけずに入るお金って意味だったと思いますね。3回目の出題で2回正解になってます。で、次が disperse。はい、こう散らばるやつですね。5回目の出題で3回正解。めっちゃ出るんだね、これね。人がこう散らばるっていう意味で出てたな。で、次が、extol。はい。これもめちゃくちゃ出てくるやつですよね。まあ、褒めるってやつだったよね。7回目の出題で5回正解。めっちゃ出るじゃん、こいつ。そんなに出ていたとは。次が、ミディオカー。あ、まあ、これもよく出るイメージだけどな。ミディオカー。ミッド、真ん中なんだよね。だから、なんか、平凡なとかね。一流じゃないのを表すやつね。4回目の出題で3回正解になってます。あ、やっぱこれも多いね。続いて、デミュアですね。はい。おとなしいとか控えめなってやつですが、5回出題されてて2回正解になってますね。もうやっぱ後半になんかたくさん出てるのが多くなったなというふうに思った。続いて、ユナニマスリーですね。はい。満場一致でっていうやつね。心が1個ですね。案1個。
で、2回目の取材で2回正解。あ、2回しか出てないんだ、それでも。次はトランスルーセントかな。はい、透き通るようなって、水とかに出てくるやつね。3回目の取材で、あ、初めて正解なんだ、これ。続いて、カナイブですね。共謀するみたいな感じだったかな、出てたの。カナイブ with の形で出てましたね。2回目の取材で初めて正解になってますね。で、こっから15個です。はい、最初が trail off。はい。まあ、これはね、グラフとかでも使える表現なんですけど、こう、徐々にこう弱くなる、次第にね、弱くなるときに使えるやつね。これは3回目の取材で初めての正解になってますね。次は boil down to。まあ、これよく出るイメージ。結局これになるっていうやつだよね。後ろ今回同名詞来てたな。7回目の出題で4回正解。これやっぱよく出てるよ、これ。続いて、bail out。bail out は保釈してもらうみたいな。誰々さんを保釈してもらうっていうね、時に使うやつだよね。7回目の出題で4回正解。多いね。で、最後は smooth over。こう、ごまかすってやつですね。これが6回目の出題で初めてなんだ。あ、そんなに出てて、初めてなんだ、正解の。面白。はい、どうでした？皆さん、いくつ知ってました？なぜか後半にめちゃめちゃ選択肢によく出てくるのが並んでるってイメージでしたね。ぜひともね、感想を聞かせてください。いやー、これはなかなかデタタンやってないと厳しいんじゃないですか。ただ、デタタンでやっていれば、アバランチだけだから初めて出てきたのはね、対応できると思うんですよね。はい。ご感想を聞かせてください。じゃあ、実際デタタンやってみたいと思いますね。他動詞のテストやりますか。まあ、そういえばね、プレミアムでね、AA の問題で解くこととかもできますからね、今ね。Vindicate.Obliterate. Muster. Master. Master. Enthrall. Allay. Allay. Oust. Embed. Extricate.Exasperate. Dissuade. Lament. Exude. Disseminate. Precipitate. 雨. Accost. うわ、ここかな。あれ沈める、あれ沈めるか。あー、しまった。消しかける選んじゃった。なんてこった。とはできたか。なるほどね。はい。で、英検のね、今までにどれだけ出題されたかっていうのもね、この D ボタンを押すとですね、この D ボタンがデータボタンなんですよ。こうやって見ることできるんですね。すごくないですか。で、さらにはですね、この辞書ボタンあるんで、辞書ボタンに押すと自分が登録しているこの辞書のところに行きますね。 Exasperate って書いてあって、苛立たせるですけど、このジーニアス A は大辞典だったらこういう風にね、 X が脅威でアスパーの部分が苦しいだよとかってね、不快とかっていう語源を見ることだってできますし、様々なね、辞典選べますから、まあ、イメージ検索だったりね、Google の語源検索、こういうのに飛ぶことができます。で、さらには、ユーグリッシュでね、こう動画で見れるんだよね。Classroom seemed to only exasperate the reading issues within CMS. As Carolina Impact's Jason Terz's reports, the decision on when to return to in-person learning seemed to make all the difference. っていう風にね、使い方見れるんですよ。What I went through didn't exasperate.The trauma anymore, which was a positive thing. トラウマっていうのを目的を取ってるなっていうのがわかりますね。How do you think this technology could exasperate some of the kind of inequalities we've got in society? Inequalities を取ってますね、目的語に。That it could exasperate health disparities. But health disparity とかって取ってるね。そう、だから、あ、悪いものを悪化させるっていう意味で、あ、結構使われるんだなっていうのがわかりますよね。こういう実例からもね、調べていくことできますからね。そう、だから、ぜひとも単語ね、覚えるときに、この訳だけじゃなくて、いろんなことを調べられますので、デタタンですね、ダウンロードしてみてください。はい、概要欄に貼ってありますので、ぜひとも見てください。はい、受験された皆様お疲れ様でした。はい、ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching.